アブリッスの戦いは251年に行われたローマ帝国とゴート族を中心とするゲルマニア人との戦いである。最終的にゴート軍が勝利を収め、ローマは皇帝デキウスとその共同皇帝ヘレンニウス・エトルスクスが戦死するという大敗を起死した。260年のサーサーアン・アサトのエデッサの戦いと並んで、 ローマ帝国の国力低下を示す戦いとなった。フォルム・テレブロニーの戦いとも称される。デキウスがローマ皇帝へ即位した249年頃より、コート族を中心としたゲルマニア人はドナウ川流域のローマ族州であるだけや、も、エシアへの侵攻を開始した。このドナウ川流域のローマ族州への侵攻を招いた理由として2つあり、一つは三十八年より、 行っていた、ゲルマニア人に対する補助金を、デキウスの前任者であったピリップス・アラブスが打ち切ったことに、ゲルマニア人が反発したこと、もう一つはそのピリップスから定位を奪い取るために、当時も、エシア地方の属州総督であったデキウスが、これら部族を抑える役割を持っていた軍隊を率いて、ローマへ進軍したことにより、ドナウ川流域への抑えがなくなったことである。 250年、カルピビトガダキアも、エシア族州へと侵入した。それと、同時期に、ゴート族の王、クニュアが率いる、ゲルマニア人の軍勢が、ローマ国境を侵犯した。侵略軍は、ゴート族が中心となり、軍勢を率いていたクニュアは、ゴート系の名前であるごとく、ゴート族出身であったが、軍勢には、ゲルマニア人系や、サルマティア系の、核部族、テイハルズ、 およびハスティン・ジーアン・バンドルズが加わっていたと考えられる。国が首領とするゴート軍の先方部隊はアルガイスとグンテリックが指揮を取っていたと考えられ、ゴートの先方部隊はマルキアのポリスを包囲し、住民より多額の賠償金を得た。マルキアのポリスでの成果を得て、ゴート軍はさらに南下してフィリッポポリスを包囲した。一方の国が自身が率いるゴート本軍はも、 エシア族州を攻撃したが、族州総督トレボニアヌス、ガルスに防がれたため、ドナウ川と交差する、オエスクス方面へ進行、途中にある、ニコポリスのドイストルムを略奪すべく南下したが、デキウス率いるローマ軍はこれを撃退した。ただし、決定的な打撃とはならなかった。デキウス軍に敗れた、コート軍は、バルカン山脈を通ってさらに南へ逃れたため、デキウス軍は、 フィリッポポリスを救出する目的もあり、ゴート軍を追跡した。デキウス軍がアウグスタトライアナに休息のため駐屯していた間に、フィリッポポリスは、ゴート軍の攻撃の前に陥落して、10万ともされる市民が殺戮された。また、マケドニア族州総督、ティトス・ユリウス・プリスクスは、国はの支援を受ける形で、ローマ皇帝を戦勝した。プリスクスは、 国柄ゴート人らと支配地域を分割するつもりであったとされる。デキウスはゴート族を撃破して捕虜となったローマ人や集奪された財貨を取り戻すことを優先する方針を取り、息子で共同皇帝であったヘレニース・エトルスクスやトレボニアヌスガルスが率いる軍と合流した。ゴート族を含む ゲルマニア人の勢力圏の変遷とローマ帝国251年の6月とも8月とも伝えられる時期にもエシア属州の小さな町であったアブリットスまたはフォルムテレーブロニーにおいてローマ軍は国ア率いるゴート軍と交戦に及んだ国アはゴート軍を三列編成としたが第三列目は湿地帯の後ろに隠れた格好であった国アは 戦術についての知識を持ち、湿地帯の重要性を把握していたものと考えられている。戦闘が始まって間もなく、ヘレニウス・エトルスクスは流れ屋に当たって戦死した。しかし、デキウスは浮き足立つローマ軍に対して、一人のローマ人の死は国家にとって重要な損失には当たらないと鼓舞したと伝えられる。両軍の戦闘は熾烈さを極めて、ローマ軍は ゴート軍の第一列、第二列を海藻へ追いやったが、第三列への攻撃に向かったローマ軍を湿地帯が阻むこととなった。湿地帯の丁寧に足を取られた重武装のローマ軍は、ゴート軍の餌食となり、ローマ軍は壊滅的な敗北を喫し、戦闘中にデキウスは戦死した。ゾナラスは、デキウスと息子ヘレンニウス、そして多くのローマ人が湿地帯にはまり込み、 湿地帯の中で丁寧に覆われて、ついに死体を発見することはできなかったとし、4世紀のキリスト教信者であるラクタンティウスは、デキウスは野蛮人によって囲まれて、自ら率いる軍隊の王くと共に殺害された。おそらくは裸のままで放り出されており、獣や鳥によって宅ばまれたであろう。キリスト教信者を多く迫害したデキウスへの適切な罰であった。 それぞれ記している。デキウスの後継皇帝となったトレボニアヌスガルスは、コート族との間で、アブリックスで、コート族が得た、莫大な戦利品や優秀な技術者も含む、ローマ人の捕虜をそのまま保有することを認め、ローマ領内を侵犯しないという条件付けながら、多額の金品を払う、胸の内容では僕を締結した。サーサーアン・アサのシャープール一世による、 東方族州への侵入へ、対処や薬病が蔓延する前に、コート族をローマ領から退かせ、ローマ軍団を撤退させるためには、必要な処置とも言えたが、コート族との屈辱的な講和を結んだトレボニアーヌスを、当時のローマ市民は部別、嫌をした。なお、ゾシモスは、トレボニアーヌスガルスがデキウスを裏切ったと記しているが、今日では、この意見は、 以下の理由で根拠のないものとされている。すなわち、デキウスの死後に敗北した党のローマ軍団から皇帝推挙されたこと、デキウスの息子であったホスティリアヌスを共同皇帝としたことである。271年、時の皇帝、アウレリアヌスは、皇都族を撃破して、皇統、カンナバウデスを殺害しているが、このカンナバウデスは、名前が類似する、皇統、 国がと同一人物であった可能性もある。4世紀の歴史家、マルケリヌス・アンミアヌスは、トイトブルクモリの戦い、マルコマーに戦争、ハドリアのポリスの戦いとともに、ゲルマニア人から、ローマ帝国が受けた打撃の一つとして記した。アブリックスの戦いが行われた戦場は長らく議論、されてきたが、1969年と1971年に、T イワのフラによって、 ラズグラド氏から東へ1キロの位置に戦場跡が発見されたことで最終的に確定した。ありがとうございます。